はい、皆さんこんにちは、IHM です。今回は XR レインボーゼロという、波動スピーカーの新しい世界を見せてくれる、スピーカー型健康倍音共振器について、ご案内させていただきたいと思います。はい、こちらなんですけども、パームサイズの手に乗るぐらいのコンパクトなものなんですけれども、こちらの方しかし、音源を再生してみますと非常に優れた音質を提供してくれます。はい、でそれだけでしたらば単なる本当にスピーカーなんですが、こちらのすごいところは、このスピーカーの底部にですね、微細なデバイスチップが埋め込まれていまして、そのデバイスチップの中では、素粒子レベルの高周波を、発信する機能がありまして、でその高周波を厳選された複数の鉱石パウダーに放射しています。そうするとどうなるかというと、干渉波のダンスがそこで起こるわけですね。はい、でこの干渉波のダンスが今度はスピーカーですから音源、音楽ですとか、音を、再生しますよね。で、干渉波の方は横波なんですけれども、音の方は縦波なので、またこのいわゆる種類の違う波が、干渉を起こしまして、また効果的なその倍音を作り出すと。でさらに後で見ていただきますけれども、こちらには、光を色をですね、何色か、発光させるそういう所作がありまして、でその波動、周波数も作用するということで、デバイスチップの干渉波プラス、音源の音波プラス光、色ですね、色の光がプラスされて、結局のところテラヘルツの100万倍の微細振動を持った波動というのを生成します。で、その波動というのは、有用周波数を、3次元から5次元レベルのものなんですけども、倍音状態で内包しています。でそれを私たちリスナーが意識を介して聞くわけなんですけども、そうすることによって特殊な高波動音波というものを形成します。その音波の中に入りますと、倍音による高密度のトーラスを、形成します。でそれはホログラフィックにこういった状況からこういった状況から空間にまで至るような形で、トーラスを形成しますけれども、そのトーラスによって、乱れた揺らぎを見せる、例えば私たちの体の生体トーラス、そういったもの、もしくは空間 の、バランスをとっている、トーラスに近い状況、それを本来の形に戻すように共振させます。つまり、このスピーカーによって、スピーカーとして音源を再生するとですね、デバイスチップの、高密度の倍音状態の干渉波による波動が、高次元波動というものを作って、それをベースに音と光、色ですねが調和した複合波動を作るというようなものになっています。で先ほども言いましたけども、空間の浄化にも、非常に有用であると。で、いわゆる有害といいますか、あまりよろしくない電磁波の影響なんかもバリアとして、私たちの生態に影響がないように軽減してくれるということになります。でこちらのスピーカーの名前、先ほど、最初に冒頭に申し上げましたけれども、エクサレインボーゼロといいます。でエクサというのはギリシャ語で10の18倍という意味があるそうです。でこれは他の数字で言うと100K倍、超むずい、K 倍、100K倍、それぐらいの
いわゆる売買事情型の作用を持っているということで、まあ、それをシンボルとしてエクサという名前にしたそうです、はい、でこちらは、接続モードが2つございまして、マイクロ SD カードを入れる形とあと Bluetooth と、つなげていただくような形になります。この2つなんですけれども、マイクロ SD カードの方は、まあ、この商品が届いた時にも同封されてるんですけども、その中には体験版としてですね、ヒーリングミュージックを作られる慶吾さんという方が非常にこのスピーカーと相性のいいヒーリングミュージックを作られまして、それの体験版を入れさせていただいています。ですので容量が少ない SD カードなので、実際にそのご自身の好きな音楽をいっぱいこう入れて、再生したいというような方は、改めて別途マイクロ SD カードをご購入いただくというような形になりますのでご了承ください、はい、でもう一方は Bluetooth での使い方ですね。でそれはもうこの携帯、スマホから、まあ、できるんですけれども、こちらのその設定ですね、設定の中で、Bluetooth を接続するという作業を、まあ、していただくんですけれども、その中で C7 という、名称のデバイスのが出てきますので、それがこちらのスピーカーになります。 C7 です、はい、でこれと接続をした上で、例えば YouTube ですとか音楽です、他のそのサイトの音源を飛ばして再生していただくことができます、はい、で、こちらの方も、操作なんですけども、ボタンは3つしかありません。リンゴちゃんマークの電源とあとマイナスプラスのボタンしかございません。でそれで、まあ、電源のオンオフ、音量の上げ下げ、選曲、先送りですとかね、そういったことができます。巻き戻しができます。でそれとあと光の設定、色の設定ですね、それにも対応しており、また、Bluetooth での、2台まで同時接続できますので、その同期の時の、設定も、このボタンを使ってやります。はい、で充電に関しまして言えばですね、USB の、コードがついてますので、こちらの方を、例えば PC とかにつなげていただいて充電が可能です。もしくは、普通の、コンセントでしたらば AC アダプターは付属してませんので別途ご用意いただく必要があるんですが、こちらの方をつなげていただいて、直接コンセントから充電することもできます。で3時間、充電していただければフル状態になります。で、まあ、充電を始めるときはこちらのですね、ボタンがある裏側のところに、小さな、いわゆる窓がありまして、そこが赤くなります。充電中はで充電が終わるとその色が消えます。はい、若干こちらのない、なんていうんでしょう、スピーカーの上の方にもその光が漏れて見えたりするので、それも、まあ、目安になると思います。はい、で3時間、充電しますと、まあ、フル状態になると。でどれぐらい、まあ、再生できるのかというと、まあ、音量の違いもあるので一概には言えませんけれども、平均的に5時間から、プラスアルファ6時間ぐらいまで、連続再生が可能です。はい、まあ、というようなことなんですね。で、まあ、これは非常にそのスピーカーとして音がいいっていうだけではなくて、音を聞きながら自分の体を癒したりリラックスしたり瞑想に使ったり、あとまあ自己実現のための、まあ、いろんなワークとかあると思うんですけど、それの背景 BGM で BGM だけじゃなく波動的な場作り、そういったものに、ご利用いただけるものです。でまあ、ちょっとこう体のこう調子悪いところとかそういった部分の波動的な、まあ、サポートという部分にも、まあ、期待はできると思います。
実際のところ私はYouTube の方で 524Hz のソルフェジオ周波数で、こちらの方にはですねソルフェジオ周波数が全て含まれていまして、それが倍音状態になっている。であらゆるこの世に存在するであろう、まあ、有用な周波数は全て再生することによって、いわゆるトーラスの中に含まれている状態になりますので、いわゆるその目的に応じた周波数がちゃんと反応すると。で、まあ、YouTube で、使いました 524Hz の DNA 修復とか、アイレスとかそういった部分の周波数の、ソルフェジオミュージックを、まあ、かけて、自分横になって実験してみたんですけども、非常にすっきりした形になりまして、その時ちょっとこうお通じが良くなかったんですけど、すぐにもう終わった途端トイレに行きまして、非常にいい状態になりました。はい、びっくりしました。はい、本当に。まあ、そういうようなものなんですね。で、ではですね、実際に、電源を入れて再生してみたいと思います。で、こちらの方はもう同期の、Bluetooth の同期の設定がされているので、そのまま、まあ、使うんですけれども、通常入手されましたらば、2つ届いた場合は、一つ一つの電源を入れていただいて、でその後に、もう一回リンゴちゃんマークをどちらか一方、ダブルクリックしていただきます。そうすると同期がなされます。まあ、その前にはBluetooth の設定はちゃんとしてないといけません。はい、でじゃあ、1個と2個ではどう違うのかっていう部分が、まあ、あると思うので、先に申し上げますと、1個でも先ほど言ったような働きというのは十分発揮されるんですけれども、2個にするとですね、1個の場合はだいたい半径3メーターぐらいが、まあ、コアフィールドになります。で球場になりますね。はい、でそこにトーラスが作られるというような状況なので、コアなのでジェネラルフィールドっていうか、まあ、それ以外の部分にも音が届くことによって乗っていくんですよ。ですから実際はもっと広いお部屋いっぱいには十分1個でも対応できるんですけども、2個になりますとお家の前通常の1戸建て、はい、の1棟ぐらいは波及範囲として使える形になります。はい、でその波及範囲がまあ違ってくるということ、あと倍音密度というのが当然こちらとこちらでまたいわゆる干渉し合うといいますか、共振し合いますので密度が全然変わってくるわけですね。非常に高くなっていく、トーラスのその働きも非常に濃密になっていく、そういうふうにまあ考えていただければと思います。で、3つ目にはまあスイッチングのこっちがインこっちがヨーこっちがこっちがいいみたいな形の引用作用がまあ起こるのではないかというふうにも考えられます。それによって、まあ、いわゆる調整作用というのがより、高度に働くのではないか、そういうふうに考えられます。はい、では電源を入れてみましょう。長押しで電源が入ります。こういうような形になりますね。パン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 ってなります。はい、で、こちらの方に見えますね。このブーブーっていう最後のものはこれ同期しましたっていう合図です。はい、ですので1個だけで、同期しないでやるとバーバーっていうのはなりませんからね。はい、で、こちらの方で、自分のスマホを準備して、で設定の方でもう C7 の方で接続してあります。ではさっきの 524Hz のやつを再生してみましょうかね。で、Bluetooth の場合、ある程度のそのいわゆる 4G とか 5G ぐらいのものでないと時々途切れたりとかするのでご注意ください。
時の音源の再生になります。で、このように、光が見えるかと思うんですけども、音源のその再生される周波数とともにこの光もいろんな色に揺らいで変化をします。はい、まあ、これがエクサレインボーゼロということなんですけども、実際これの、まあ、使ってみた体験としてですね、アストレアという波動機器で、私どもの方では、カウンセリングをしてますけれども、それを使ってちょっと測定をしてみました。被験者は40代の女性なんですけれども、これを、まあ、使う前と、1時間これを置いて音楽を聴いていただいてリラックスしていただいたっていうような形の後で、どのようにエネルギーボディが変化したかということを測定してみました。で、その結果波動値が 25% アップしたと。 25% エネルギーボディが調整され、より高まったというような結果が得られました。はい、まあ、高い活性度を示したというふうに言えるかと思います。で、まあ他のですね、いろいろこう波動スピーカーってあるかと思うんですけども、いわゆるその再生の仕方を波動的にこうもたらしているという部分だと思うんですが、多くの場合はこちらの場合は本当にいわゆる高波動の、バイブレーションを出して、で出すだけではなく機能的なトーラスというものを形成して、そのオンバーフィールドに入ることによって、いわゆる崩れたエネルギー場を調整するという、そういう作用が、まあ、直接的にあるものですから、ちょっと他の波動を掲げているスピーカーとは趣が違うと思います。まあ、いずれにしてもですね、ただ本当に好きな音楽を聴いているだけで、もしくは目的別の音楽を選定し、それに見合ったいろんなワークをしたりとかする、そういうような中で、身を委ねるだけでそういう調整状態になるというのは非常に魅力的じゃないかなというふうに思います。で、またいろんな、まあ、応用の仕方とかそういう部分もあるので、実際のところ遠隔とかでエネルギーをこう送るとか、そういうようなことも高度なスキルを持っている方はもう十分対応できます。はい、あと、いわゆるその場に入ることによって無意識の扉が開きますので、いわゆる高次元の自己ハイヤーセルフとか、そういうようなところに、より、太くつながるようなことができますので、その中でイメージングをするとか、そういったことにも利用できるんじゃないかなというふうに思います。あと、まあ、お店を持っている方というのは、まあ、音による雰囲気作りだけでなく、非常に澄んだ空気、そして、まあ、電磁波の影響とかそういったものも、軽減させて心地よい中でお客様を迎えることができると。で、お客様もそこで例えば、まあ、スピリチュアルなそういうような場でしたらば、ヒーリングとか施術とか受ける中で、それを非常に効率的に、より効果的に、相手に共振させる場が与えられるので、非常に、喜ばれるんではないかなというふうに思います。はい、以上がエクサレインボーゼロのご紹介でした。非常に波動が分かっている方はこれすごいねというような評判をいただいてまして、非常に喜ばれています。ぜひ、皆さんも手に取って、実際の波動というものを、感じていただければというふうに思います。ありがとうございました。